キヨキヨハロー YouTube よろしくお願いします。どうも梅谷です、お願いします。まず最初にとにかく超有名なスペシャルゲストを紹介したいと思います。お二人ともお願いします。お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。こっちです、こっちです。お願いします。お願いします。本田圭佑選手と久保建英選手です。よろしくお願いします。お願いします。まあちょっと撮影というか早くサッカーしたい。あ、撮影も嫌ですか。この時間が無駄だっていうか。まあそうですよね、本田選手。そうですね、なんか撮影は嫌です。もうええわ、もうええ。まあ嫌っていうか、ちょっと昼ご飯にさっきスパゲッティ食べたんですけど、ちょっとお腹いっぱいで、本当にちょっともう腹が痛いんで、うんぱくうんぱって誰、うんぱるんぱとマギイカです。お願いします。もうやめていいからね、偽物やから。本物の感じ出すのやめてな。まあお願いします。ゴリはあるんですかね。進まん、まずええよ。まずメンバーに入らないです。そう、いやオーバーエイジです、川島エイジみたいに言うなって。あー渋滞。まあすごく年子か、そこは面白いというか、面白いけどあえて笑いません。今日なんですけども、 J リーグデジタルトレカコレクションというアプリがあるんですけども、そちらの方で2人がね思ってるベストイレブンを教えてもらいたいなということで、ありますか。なんか今の J リーガーで僕が思ってる11人を選ぶってことですね。そうです、そうです。いや深いな。まあ深いというか、まあ国内組とか海外組とかあんまりそういう言い方はあまり好きじゃ、ちょっと電車が電車です、ストップです。この顔で止まっていい。はい、決まりましたか、お二人は。野球のっすか。野球じゃないです。まあ、まず野球は別にないんだし、そこ全然分かってない。いや、もういいよ、いやいいからって。おう、S11 決まりましたか。決まりましたよ。決まりました。 OK、 じゃあゴールキーパーから決まるかね。はい、まずうんぱくんから。はい、うんぱというかまあ久保田圭佑ですけど、キーパーはヴィッセル神戸の前川大也選手。前川大也選手でかいね、ボケ。いや、いいますで、次牧、ゴールキーパー。いやいや、圭佑です。いいよ僕のゴールキーパーは、前川大也選手です。いきなりかぶった。これかぶった場合はどっちかしか選べないんで、トランプになります。数字が多い方が勝ち。大富豪ですか。いや、1枚。僕の方がもうお金は持ってると思うんですよ。僕は大富豪で。いや、ちゃうねん、ちゃうねん。トランプの数や。少し頭が悪すぎるというか。トランプの何カードを引いて数字が大きい方が勝ちっていうことですか。理解してやったらさっていけ。理解してやったら少しうるさくて耳がキーンとする。わかるです、わかるです。まあ、耳がロイキーンみたいなね。ロイキーンというよりか静かに。カードは1枚引くんですか、2枚引くんですか。1枚。誰が決めたんですか。ああちょっと待って、キーパーで2時間かかるかもしれん。頼んますよ。行きましょう、行きましょう。すぐ引いて、すぐ行きましょう。せーの。まあ、俺の勝利というか、うんぱくんの勝ち。まあ、前川選手ゲットです。はい、うんぱくん、前川選手ゲット。すごいですね。はい、まあ、運じゃないです、これは実力です。はい、運です、これは。前川大也選手をうんぱくんが取ったので、牧がもう今、キーパーいない状態です。キーパー選んでください。僕のキーパーは、FC 東京の林選手です。林選手、ええ。じゃあ次、ディフェンス。フォーメーションは、ちなみに僕のフォーメーションは、まあ、3バックの3-5-2。3-5-2ね。はい、ケースケは1-9。は初めてよ、お前サッカー。3-6-1ですね、僕は。ディフェンスから3枚。行きましょう。センターバックから行きましょう。右に名古屋グランパスの成瀬俊平選手、中央に清水エスパルスの原照之選手、左サイドバックに FC 東京小川亮也選手。まあこの3枚で、まあこの3枚がいないというか、どうでしょう。ケース、いや素晴らしい4人やなっていうふうに思います。3人やね。3人です。まあ、話を聞いてないというか、まあ、聞く耳がないという。話聞けよ。で、もうモノマネええからね。まあ、モノマネというか、うん、僕の3枚を言っていいですか。あ、言ってください。右に札幌コンサドーレの俊太田中、真ん中にヴィッセル神戸の龍鳳、菊池龍鳳。お3枚の左に、レッズ浦和の牧野。おお、かぶらず。ここはかぶらずですね。じゃあ中盤全部いこうか。じゃあどっちから言う。じゃんけんで決めます。じゃんけんで決めます。はい、ちょっとうんぱくんばっかりやから、じゃんけんで。オーケー、最初はグー、じゃんけん、ほい。うわ、まあさっきから本当に、まあ、うん、全ては僕が勝ってるんで、うんぱくんは全部勝ってる。じゃあ先行で練習して負けてるから、負けてるから、どうしましょう。負けてるから、うんぱくんからね。春菜愛、春菜愛。もうやめて、頼むわ。むずいってそれ。じゃあうんぱくん。アンカーにサガン鳥栖の松岡大輝選手。オッケー。で、トゥーシャドウにヴィッセル神戸ユータ合計、
選手、もう一人にセレッソ大阪期待の若手石川純選手、左に鹿島アントラーズの荒木亮太郎選手、右サイドハーフガンバ大阪の福田優也選手、まあ、以上メンバーが5人です。マキの中盤6枚、マキの選手は後ろ、マキ、ヒカ36なんで、まずボランチ2枚ですね、湘南ベルマーレの三幸選手、FC 東京の三田博隆選手、その前に4枚置くんですけど、左からヴィッセル神戸のハッツェで、その横に清清武、セレッソの清清武、清武選手ね、あれ清武選手です。清清ハロー YouTube 終わってない。その横に、江坂お兄さん、最高のお兄さんみたいな、江坂のお兄さん、右に、田中パウロ純一、田中パウロ純一はパウロは入ってるんですか。おらんすよね。あ、TikTokerよ、サッカー選手ちゃうから。やっぱ実力がないっていうことですか、フロンターレの長谷川選手、でも長谷川選手も左やりたいんで、僕の場合じゃあ初瀬選手と長谷川選手左に置いていいですか、左だけ2枚みたいな、右ゼロで左2枚みたいな、できないです。まあそうしたら、こちらもこちらで対策というか、右に2枚置きます。まあサポーター第一じゃないけど、まあそこが本当に、もうやめていいよ、もう後半やん、やめていいよ。さっきからずっと思ってた、なんすかこの前正面もそうなの、ティラノサウルスで1個意義あるんですけど、で僕フォワードにユータ・ゴーケ置いてるんですよ。あ、フォワードにワントップゴーケくん、ユータ・ゴーケ置いてるんで、そこなんか取られたくはないんですよね。まあ確かに、じゃあトランプチャンス、まあやったっていう、ゴーケくんをかけたトランプチャンスになります。まあユータは本当に、僕も本当にだいぶ幼い頃から仲いいんで、はい、じゃあトランプ引いてください。見てから引いたらあかんすよ。今見ました。カンニングです。 VAR です。 VAR です。せーの、はい、どっちですか、ゴーケ君を取れるのは。数字でかいねボケ。まあ1や2や、底辺の戦い。はい、じゃあメンバー君、ゴーケ君獲得です。僕のフォワードは大分トリニータの伊佐康平で、まあ FC 東京の田川京介選手、いいっすね、はい、まあ選ぼうかな。まあ僕ももともと FC 東京に、まあ、所属してますし、してない、もともとはルンパルンパはしてないの。いや僕は、まあ、ウンパルンパは TikTok で本当に面白い方なんで、まあ、ぜひフォローしてほしい。同じことやってるやん、お互い真似して自分のこと褒めんねん、それ。まあ、ウンパルンパそうあんのお互いは、まあ、もう一人のフォワードは、鹿島アントラーズ染野選手です。その11人ですか。はい、以上です。なんかそのメンバー見ると結構若いっすよね、はい、そうですね、なんかそのケツが青いって、ケツがもう赤いです。猿か、おい猿か、ケツ赤いのは、おい。はい、2人の選んだベストイレブンはこちら、ドンという感じになっております。今お二人が出たスタメンおったじゃないですか、これがこの J リーグデジタルトレーカーコレクションというアプリでガチャ引いたりできるんですよ。なるほど。しかもトレードとかもできて、いいですね。だからゴーケ君奪われたやろ、これトレードできたりするから、まあさせません。実際にちょっとガチャを引いてもらおうかなということで。なるほど。いいですか、はい、ぜひとも引かせて、引いてもらってもいいですか。いやです。聞いてもらってもいいですか。まあ、いいです。嫌です。嫌です。いいです。で、お二人に引いてもらうのは、ね、J リーグの年間アウォーズに選ばれた選手たちが引けるガチャ。いいですね。これ明日からまた引けるようになるから。素晴らしいですね。最高です。興奮ですね。じゃあ僕から引いていいですか。お願いします。引きます。少し焦って、まあ落ち着いていきましょう。ウンパクの方に。わ、なんか画面で出る。めちゃくちゃレインボーのやつおったぞ。ハッセリョー、僕が選んだ選手、うわ、ドイ選手、アントラーズ、うわ、アントラーズ揃ってきてるやん。いいね。お、最近日本代表に選ばれてますね。おお、長澤選手、実績前、FC ニョ、うわ、黄色、うわ、J オル、エベラウド、これがいかつい、色がおかしい、何このカード、うわ、丸山選手や、星4、すげえ。いい選手ですね。すごいメンバーが選ばれました。すごいな。でも素晴らしいですね。だから自分選んだハッセリョウはもうゲットよ、ね、うすごい。だから次ウンパ君が引いて他の選手これトレードできちゃうから引いていきましょうか。はい、じゃあ次ウンパ君、はい、10連ガチャやっていきたいと思います。では10回ガチャ、まあ少し楽しみというか、あ、来ました、来ました、電車が、電車が、あー、タッチした、電車やぞ。
オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。1人目オッケー、これでどうぞ。来ました、伊藤選手。伊藤選手、柏選手の伊藤選手。続いて来ました、渡辺、剛選手、僕のことフォローしてくれてます。おー、渡辺剛選手、東京オリンピック世代ピーマン、ね、小前選手、コンサドール札幌の小前選手。すごいですね。続いてえ、いくい、中村選手、俊介、中村俊介、俊介中村、久保選手でもこんなんなるんですね。久保選手が、はい、なんかキャラプレ出ましたけど。来ました、アルティール・シルバ選手、松田天馬選手来ました。すごいですね。湘南ベルマーレ、あ、黄色、来ました、黄色、おめえ、おめえ、おーい、じゃなくてメンディー、マリノス、メンディー、メンディーに少し似ているが同じであるので、すげえな、すごいですね、バカ嬉しい。ミサオ選手、素晴らしい、来ました。松下選手来ました、ボランチ、あ、結構熱い、熱い、ベガルダ仙台、さあゴールだ、ゴールが来た、ゴール、ケンキュー、杉本、うわー、まあえぐい、まあえぐい、えぐいというか嬉しい。来ました、非常に素晴らしいメンツが、素晴らしい、結構いかついな、いかついです。なんか、え、久保選手がこんなんなるんすね。なる、え、なるんすか。なってません。で、なってた、中村俊輔さん出た時によいしょーみたいになってたんすね。いや、別になってません。いや、なってたよ。なってないです。まあ別に気になるのであれば後で動画別に見せてください。オッケーです、オッケーです。はい、絶対なってません、そんなに。あの、僕はあまりいつも興奮はしない選手なんです。してたよ、ずっと。まあ結構ちょっと、キーモヤーって言ってた。金のこと黄色って言ってましたね。ああ、とりあえずウンパルンパのフォローお願いします。ほんで今引いてもらったガチャが明日から引けます。しかも今ログインしてログインボーナスみたいなのあるやん。ある、あれで50連が引けんねん。すごい、すごい。それが10日連続やね。いえー、何連なの、計算してみ。計算できない、計算はできない。500ね、ええ、うん、500カードがシェアできるんですけど、そのシェアしていただいた中の30名様に30連分の J ダイヤがプレゼントされます。すごい。見ていただいてる方も J コレをインストールしてやってみてください。どうでした。まあかなり、まあ、僕あんまり興奮はしなく、マキは、そう、ありがとうございました。最高でした、最高やった。いやもう最高でした、最高やった。マジでめちゃくちゃ楽しかったです、本当に。もう昔お菓子で食ってたやん。もうね、それがもうデジタルの時代だ、カップル、えぐい。忘れんじゃねえぞ、どんな偉くなっても牧ひからしくあれよ。